この先の気温についてお伝えしていきます今日は雨の割に気温は高めなんていうところも多くありましたが、はい、この先は冬の寒さとなっていきそうなんですよねそうですね明日以降、うん、特に12月に入って劇的に変わってきそうです、はいはい、えでは週間のえっ、ー、と予想気温を見てみましょうか、うんはい、こちらになります、えー、ちょっと数字がね、えー、並んでしまってますがこれを見ますと明日は えー、まだ最高気温とか見るとね、はいえー、高めのところも多くなっていますけども、明後日以降かなり気温が数字がね、急に変わってきているのがわかると思います。はい、まあ、札幌などはね、えー、これ見ていただくと明日最高気温6度ですが、明後日木曜日はマイナス2度ということで。 真冬日の予想などにもなっていますよね、はいえー、金沢は明日15度えー、そしてあさっては最高気温9度という形ですでさらにね札幌とか見ますともう明日以降ずっと最低気温は マイナス4度前後ということで、まあかなり冷え込みそうです。はい、というのもですね、上空1500メートル付近の気温を見ますと、これ今日の午後6時です。で、青い色が濃いところほど冷たい空気、これを動かしていきますとね、もう明日になるとどん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 冷たい空気が 南下してきます。そ,すね、そして明後日になるとね、さらに、えー、冷たい空気、まあ換気のピークに、えー、なってくるということです。まあそれでやっぱり気温が上がらない、うん、ということが言えそうです。はい、えー、そこで気温の変化を、えー、見ていきたいと思います。えー、こちらは今日から三日先までの、えー、気温の変化になります。こうなりますね。はい、えー、そしてこちらが今日、こちらが明日。 あさって12月1日こちら12月2日になりますで、はい、これ見るとね今日はねかなり平年より高かったんですが明日以降ぐーっと下がってね<ー>平年をかなり下回る え気温、真、まあ、冬並みの寒さと言っても良さそうです。これ札幌の気温変化です。はい、そして東京は明日はねまだねちょっと日中気温が高めなんですが、明日の夕方以降ぐーっと気温が下がってね、明後日ほとんど気温が上がりません。はい、かなりね、えー、寒くなりますのでこの寒さ覚悟をしていただきたいと思います。はい、風もね冷たく感じると思います。はい。そしてでこれ福岡の気温になりますが、はい、えっとこちらあのー。 明日以降ねもう今日から右肩下がりということでねまあ、気温がどんどん下がっていくという形になってきそうですはい、はい、そうですねまあ、これまでとの体感の変化非常に大きくなりますので体調を崩さないようにお気をつけいただければと思います詳しい今後の気温についても電気アプリウェザーニュースでご確認いただけますのでぜひご活用ください